道案内ってわけにはいかねえが、杖の代わりにはなりましょう。琵琶丸殿。かつてこの国に響くはずの産声があった。だが誰にも届かぬその声は、その実国中に響き続けていた。ずっと。ドロロと百鬼丸。太古の城を汚すな。本来ならばここは貴様などが入れる場所ではない。太古の城なら俺のだ。ほざくな。貴様のものであるものか。ここは私の城だ。生まれてよりここで育った。この庭を走り剣を学んだ。これは私の部屋だ。風俗は父上からいただいた。馬もだ。母上もそうだ。母上はいつもいつも母上は坊や。母上。私の母上だ。貴様はここにいなかった。貴様の思い出など何一つ刻まれてはいない。お前なぜだ。何かだ。お前はいた、ここにずっと。ああ貴様とは違う。ならなぜ足りない。何。お前は足りない、俺のように。誰が。なぜだ。なぜ足りない。黙れ。だとすれば貴様が奪ったのだ。宇都と兵庫も母上も。俺が。お前だから返せ。貴様のすべてをこの国に。兄貴はきっとあそこだけど、もう道が。兄貴、兄貴、兄貴、兄貴。ドロロ。坊さん、来てくれたのかい。この先は火の海で。何やってんだ。奥方がね、抜け道をさ。おばちゃん、ドロロ、そこで待っていてください。
後で引き上げてもらわねばなりませぬ。オイラも行くよ。ドロロ、あの子のそばにいてください。これまでのように。おばちゃん、百鬼丸の母上か。親子とは似るものだ。あなたは。外した。今の人たち、私の首も落とせたはず。なぜ？わからない。ただ同じだ。お前も。お前は人だ。かなわんな。いや、私はずっとかなわなかった。私だけ留守番かい。何があろうとこの手を離すべきではなかった。ただそなたを抱いていればよかった。どれほどそなたを愛おしいと。あったかい。百鬼丸、許せ。わしがお前にやるべきものは手でも足でもなかったのだ。よいか百鬼丸、生きろ。その血にまみれた体に鬼ではなく人を宿せ。その火種は手に入れたはず。
お行きなさい。あなたには待っている子が、そばにいてくれるあの子がいる。行け。許してください。寂しい思いをさせました。でもこれからはずっと母はあなたのそばにおりますよ。安心なさい。もう決して離れません。これでやっと。戻ったかい。百鬼丸も一緒かい。よかった。さあ引っ張るよ。いいかい。ちょっと待ってくれ。あげてくれ。よし来た。助かった。兄貴の腕柔らかくてあったけや。やっと取り返したんだな。綺麗。空、綺麗だ。空？ドロロ、綺麗だ。バカ兄貴、こんな時に何言って。見えんの？オイラの顔見えんのかよ。おい、落っこちちまうよ。オイラの顔見えんのかよ。おい、兄貴。これがお前さんの因果の節目だ。しっかり見ておくんだね、その目で。なんだ。殿、一大事にございます。誠に申し上げにくいことながら。申せ。五条内から出火、城郭伝いに炎症し、若君様のお屋敷が焼失いたしました。若君、並びに奥方様は行方知れず。おそらくは大義。朝倉を叩く。進め。この日、朝倉の軍を食い止めるために大吾が落とした命は数知れず。そして地獄堂で最後の鬼神像が崩れ落ちたことを知る者もまたなかった。そりゃおめえの言う武士に頼らないで自分たちの力で生活を立てるってのはわかるし、そうしたいのはみんな同じだけどよ。その力ってのが問題だ。おいらたちに刀や槍は扱えねえよ。違う、おいらが言ってんのはそんな力じゃねえ。ではそれはどのような。いいか、よく聞けよ。金だ。武士の力も鬼神の力も借りねえ、戦もしねえ。となると残るのは金の力しかねえだろ。おい、そんな金どこにあるってんだよ。そんなもんあったら苦労しねえよ。金ならある。まあありかは遠いんだがよ、ちょっとした隠し金山ってとこだ。ほんとか。どこだい、その場所は。落ち着け。ま、2、3日中に取りに行くから準備しといてくれや。なるほどね。そいつはまた思い切った考え方だね。なんだ、聞いてたのかよ。
坊さんが言ってたんだぜ。金をどう使うか考えろってさ。そこまで考えてたわけじゃない。民が自分たちの国を自らの手で作るか、そこに思い至らなかったのは所詮侍側だからだろうかね。え、侍側？坊さんが？いやいや。あ、ところで百鬼丸はどうしたんだい。あの時から随分考え込んでる様子だが。うん、だから元気づけようと思って今の話したんだけどさ、そしたら急にちょっと確かめるもんがあるって出かけてった。確かめる？何をだい。それが自分のことだとかなんとかボソボソ言うばっかでさ、大方取り戻した体がちゃんとしてるかどうかってことじゃねえかな。うん、全て寄進から取り戻したか。その目で初めて見るこの国はどうじゃ。美しいか。綺麗ではない。そうであろう。お前のために国も民もどれほど血を流したか。いや、これからも流し続けねばなるまい。だがこの国は終わらせぬ。この世は食い食われるがならいじゃ。食うことをやめれば食われる。なればこそわしは止まらぬ。この地獄にとどまり続けよう。鬼神が人を欲しいというならまた食わせるまで。また俺を食わせるのか。知れたこと。武将と生まれたからには天下取りに勝る望みなどない。そのためには鬼神の力に頼ることの意図はぬ。過ちを犯したとすればただ一つ。あの日お前を産婆などに任せずこの手で息の根を止めるべきであった。憎かろう。死せばこの身。魂魄となりて我が子多方丸るとこの地を守る鬼神となろう。まだ戻ってこないのかい。うん、城の方にもいなかった。すぐ戻ってくるって言ったのに。ひょっとするともうこの辺りにはいないのかもしれないね。え、どういうことだよ。また旅に出たのかもしれないってことさ。なんでだよ。そんなわけねえだろ。おいらに一言も言わねえでなんで行っちまうんだよ。まあまあ落ち着きな。あの子はね、やっと生まれたとこなのさ。いや、体を取り戻したからじゃないよ。心持ちのことさ。なんだよそれ。半分生きかけてた修羅の道を抜けて人の道を歩き直さなきゃいけねえ。ただそうするにしちゃ随分と人を殺めてきたからね。そりゃまあ兄貴のおっかちゃんも弟も死んじまったしな。おいら兄貴のせいじゃねえって言ったんだけど。もしまた百鬼丸が道を間違えりゃ、お前さんだって無事でいられる保証はねえし。大丈夫だよ。兄貴はもう大丈夫だって。だからさ、そいつを確かめてんだろうよ。じゃあ兄貴は。なぜだ。俺の行く道はそこじゃない。俺は人だ。あんたも鬼神になるな。人として生きろ。百鬼丸、あの日わしがここで鬼神にすがらねば。お前がこの国を継いでいたら、わしが望んだ醍醐の繁栄を百鬼
決まる。鬼神が欲するほどのお前のその生きる力の中に。兄貴、オイラ待ってるからな。兄貴は絶対戻ってくる。そうだろ。百鬼丸が旅立ち、ドロロが歩き続けるこの世は戦国へと向かっていた。だが、琵琶丸は思う。彼らの行く手に広がるのは決して血だまりだけではないと。